だからかけてたさ、あれは社員満足度上げる、上げる、うん、これ大事なんですよね。だからさ、社員教育はじゃあどういうふうにしてますか。社員教育は、うん、社員教育は、うん、逆にどうしてるの。任せるそうそう、うん、任せる。でも話すけどね、コミュニケーションとかは取るし、あとなんか諦めないよね、その子ができるまで。今はみんなさ、やる気のある子が多くない、多いから、ね、なんか学ぶ意識を持ってくれてる気がする、うんうん、確かに、うん、いや その通り。もう本人がやる気がないのに詰め込んだってたんだもん、うんうん、やる気のある子ばっかりだ、うん、だからね、私はこう言ってんだよ。教育というのは教えないこと、教えれば教える、教えれば教えるほど脳死する、うん、言われたことをただ言われた通りやるっていう、こう作業をやる。手足は動かすけど脳は使わないと、うん、こうなっちゃうから、うん、ともかくどうやって脳を使わせるかっていうふうに持っていく努力をするのが経営者の一番辛い仕事で、うん、こうしなさい、ああしなさい言う方がよっぽど楽な、まあそうだよね、うん、じゃあどうやって本人のやる気出させるかってことなんだけど、人間ってさ、やっぱり自分が頑張った分自分の給料に跳ね返ってくるっていうのもモチベーションの一つだけど、やっぱり自分が成長、仕事を通して成長してるっていう実感を味わった時が一番幸せだよね。その成長の実感をどうやって味わわせるかが経営者の仕事で、そこをどうやって味わわせるか。今成長したの味わえましたと教えてほしいんだもんね。だからマクドナルドは、うん、あのちょっとずつほらいろんな肩書き渡すじゃん。スターだとかスイングマネージャーだとか、重要だよね。だからね、やっぱりこうちゃんと認めてあげてステータスを出して、ね、アルバイトの場合はもうちょっといいショットしたらもう時給10円ずつ上げていく、常に認める、認める。なるほど。じゃあさ、はい、今からビジネスを本当に変えようと思ったりとか、うん、新たにやろうと思ってる人たちに、うん、こうどんなビジネスがいいかっていうアドバイスを。ちょっとこれ真面目な話だよ、うん、やっぱりキーワードってあるじゃん、うんうんうん、ね、あの純不動に言うよ、うん、引きこもりね、うん、だから女性の社会進出、うん、それからオンライン、うん、デリバリー、うん、デジタルトランスフォーメーションつって全てのビジネスがデジタルで支えるっていう世界になっていくわけよ。引きこもりっていうともうほらゲームとかさ、うん、ネット配信の映画とかものすごい今伸びてるでしょ、うん、女性の社会進出、そのために家事代行業なんて今めちゃ伸びてるでしょ、うん、デリバリーはもうね、ウーバーだけじゃなくてもうどんどん増えてるでしょ、うん、そういうのをこうちゃんとキーワードにして自分で、うん、一生懸命考える。なるほど。物を作っているだけじゃない、うん、ビジネスモデルの、ね、プロデューサーだよ。すごい。ビジネスモデルのプロデューサーが売る。なるほど。これもデリバリーやってるの。やってます。 Uber Eats とあとは配送、うん、配送でやってる。 EC サイトで配送も、あの、okay. 冷凍食品。なるほど。一応当てはまってるね。EC でやっぱり大事なことは、うん、じゃあ Amazon はなんで、ね、成長してるかっていうと、やっぱり2つ強みがあるわけよ、うんうんうん、1つはやっぱ検索のしやすさ。そうだよね、そう簡単なんだよね。さ探しやすい。しかも探すとさ、これもいかがですか、いわゆるサジェストセールスって言って、うんうん、おすすめが出てくるでしょ。出る。そういったことの検索、それとやっぱりすぐ届く、うん、簡単に言うとサプライチェーン、この2つだよ。なるほど。だから EC サイトもほらネットで注文はいいんだけど、うん、何か買ったらこれもいかがですかってサジェストセールしないと、うん、提案したら10人に1人は買ってくれるから。ああ、なるほどね。じゃあさ、さっきのやつにつながってるかもしれないんだけど、いい会社っていうかずっと残る会社っていうのはどういう会社？いい会社、うん、お客さんが感じる価値をずっと上げていく会社。同じものって10年も20年も業績上がらないよ、うん、そうだよね、どんどん顧客価値上げていく、うん、で顧客価値っていうのはさ、うん、こういった有形の価値、うん、食べ物だけじゃなくて、うん、あの無形の価値、無形の価値、サービス、うん、利便性、安心安全、寄り添い、うん、励まし、個別対応、こういうものよ。すごい、分かりやすかった。まあ、あんまりね一気に
成長しすぎると怖いからね、うんうんうん、大事なことは、うん、経営は7割人事、人が育ってないのにお店を広げる危険、これで潰れる会社いっぱいあるんだから、分かる。だから3割が財務、お金の勘定、うん、OK？ OK、 それだけやったら社員が勝手にいい仕事してくれるんだから、だからずっと成長するためにどうしたらいいですか。もう本当に人材です。今に一軒でしょ。うん。あとなんかフランチャイズみたいな山口県で一軒やって。え、フランチャイズもやってんの？プロデュースみたいな感じですね。いや、フランチャイズのビジネスはこの YouTube オフの時にいろいろアドバイス。そうだね。なんかもう今後フランチャイズとか やりたくないみたいな感じで。失敗する、なぜ失敗するか、どうやったら成功するかという非常に大事なポイントがあるんで。聞きたいよね、昨日みんな。でもじゃあ後でゆっくり、ここで言うと炎上しちゃうから。やめよ、やめよ、怖い怖い、いろいろあるからね。マクドナルドで苦労したからね。そうだよね。でもすごいんだよ、うん、スティーブ・ジョブスすごいですよね、ちゃんとご飯食べたり、ね、温泉行ったりしてるのね。まあ世の中でみんな素晴らしい、本当に素晴らしい人だね、うん、だけどまあ、うん、超わがままだな。それピーかな。ともかく、うん、常識がない。わがまま。というのは、うん、これ真面目な話、これがやっぱり彼のすごいところなんですよ。うん、世の中の常識、ルール、うん、なぜこんなルールがあるんだと、うん、なぜがそれ常識だと、うん、間違ってないかっていう、最初から否定するんだよ。自分の成功事例も全部否定する。だから iPod 作ったらもうすぐ否定して iTunes ミュージックやって、でダウンロード型のやつもすぐもうやめて今サブスクだったでしょ。うーん、すごいね。で、まあ、あこれできましたねじゃ満足しないから、いい商品じゃなくて、とてつもなくいい商品じゃないと彼は満足しない。なるほどね。え、人生とは何ですか。そう考えたことないな。そんなかっこいいことあんまり言いたくないね、うん、上から目線で若者にさ言葉を送るみたいな、ああいうのを俺はやりたくないね。ともかく若い人にビジネスの実務を教える。うん、今度も YouTube でスタートするんだけど、らしいです、 YouTuber になるんだね。なんで YouTuber になるかっていうとね、うん、実務のね、うん、教育ってほとんどないんですよ、うん、この精神論とか、うん、心のね、うん、話たくさんあるんだけど、ある本とかでもね、そういうもんじゃないと思うんで、うん、実務の聞きた。じゃあみんなで YouTube 見ましょう、うん、いつ？多分11月ぐらいからアップするかな。お、楽しみ。だから経営の実践的なケーススタディ、うん、だから私の回顧録、うん、すごいじゃん、もう貢献じゃないですか。今だから言えるここだけの話も時々、気になる。でもさ、こうすごいいろんな社長やったり会長やったりいろんなことがあって、人生ですごい大切なことって何ですか。なんか生きていて自分の健康。健康ね。ほらやっぱり健康なんだよ、うん、が一番幸せなんだよ、うん、学生時代にね、うん、いろんなアルバイトやったんだ、うん、24時間お金が入ってくるぐらい働いてる、うん、めちゃくちゃ楽じゃないですか。で初任給の5倍ぐらい稼いでたやつ、で卒業してすぐ家を建てたんだけど、その時の学びって、うん、あ、体が健康だったら食っていけるって。ああ、確かに私たちもそう思ってる、だから健康なものをこう提案してます。もどんどん聞いていいからね。これもうあれだね、すぐプライスですの。じゃ終わろうか、うん、じゃあ、うん、待って待って、私にアドバイス最後してよ、なんか、いや、アドバイスってあなたが何をしたいのか言われる。一応やっぱりさ、うん、社長なんで会社、それこそあの大きくする、大きくっていうよりは、うん、もう大きいことなのかな、私誰かのお家に必ず、そしたらね、うん、そしたらね3年後、うん、5年後、うん、10年後、うん、自分の会社はどうなっているであろう、うん、どんだけ伸ばすかじゃなくて、もうこうなりたい、こういう会社になる、うん、で10年後のところに自分のこの目を持っていって、うん、ね、うん、そこから今日の自分を振り返って、うん、どうしろああしろって、なるほど、ゴールから自分の今の振る舞いを見ないと、
今日絶対これ経営者の人に見てもらいたいね、いろいろ。そして熱かった、結局、うん、心あの何社員のなんかそういう成長が満足度が大切とか、人なんだなってすごい思った、うん、もうシステムとか広告とかそういうのじゃなくて、今目の前にいる人を幸せにすることの連鎖なんだなって綺麗にまとめたと思います。だから顧客満足度、ごめんなさい、社員満足度、そして顧客満足度、うん、で売上が結果でついてくると。頑張ってください。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。お願いしてポンという感じです。次の動画で会いましょう。バイバイ。ありがとうございます。ねえねえ、ワイン開ける？ねえ、いただいたわ。じゃあ開けて開けて。